えー、もう、疑の、えー、脳の,の教養チャンネル、えー、一年間ご視聴いただきましてありがとうございました。えー、まあ、私の場合、底辺 YouTuber なんで、<laughs> 全然もう、なんか、えー、本当に、えー、皆さんのようにですね、えー、非常になんか、 まあちょっと世間で言うと変わり者かな <laughs> 皆さんわかんないけど、そういう方々だけが見てくださって、まあそれで全然、全然構わないと思うんですけど、あのー、僕はの、まあえっ、ー、と、脳の、えー、まあ教養塾っていう名前、か,か,かにつけてますけど、そのメンバーシップ始めて、それメンバーシップの方がいろいろ書き込んでくださってるんですけど、えー、まあで、普段はメンバーシップ、 向けの動画っていうのはそのメンバーシップの方々が見るようになったんですけどちょっとねこれあの脳の許容チャンネル一般のに公開されてるチャンネルの方の方々にもお伝えしたい面白いことがあ,のあったんでちょっと書き込みの中でですねそのメンバーシップの書き込みの中であの普通本っていうのは普通の人向けに書かれてるからあの非典型的な人にはあんまり響かないんだよねっていう。 話があって、あこれ僕すごく大事なコメントだなと思ったんですけど、あの、本だけじゃなくて YouTube の動画も、あの、例えばミスタービーストってあの、ね、1億2000万人、えー、サブスクライバーがいるという、あの人のコンテンツを一瞬見たんですけど、まあ、まあ、あんまり興味が持てないっていうかね、大体わかるっていうか、あの、まあ、なんかブロックの壁、 突き抜けて列車が行くんでしょうみたいなああそうっすかみたいなあんまり興味がそれ以上持てないっていうかでもそれは1億2000万人の方が見てらっしゃるってことは世界日本だけじゃなくて世界全体としてもやっぱり典型的な方が多いんだろうと思うんですけどやっぱり僕はあのコメディーにしてもやっぱり自分の興味を持ってるコメディーがあんまり世の中にないからこうやって自分で作ってるわけですよねでまあそれを一部の方が見てくださってる <laughs> 1000人とか2000人とかそういう方々かまあだからまあそ,そういうなんか 要するに、典型的な人に向けたコンテンツだけだとに、やっぱり救われない人たちっていると思うんですよね。僕はやっぱり、えっと、自分の喋り方にしても、その喋ってる内容にしても、僕と似たような人に向けてきっと話してるんだろうと思うんですよね。まあ、よ、よし、例えばセルフヘルプっていうか、こうするといいよみたいな。 えと動画っていっぱいあるじゃないですか、こうすると人生うまくいくよみたいな動画で、僕が見るとすごく退屈に見えちゃうんですよね、僕、いや、俺、こういう話、別に聞いても面白くないんだよなみたいな、だから僕はちょ,っとちょっとうがった見方してるのかもしれないし、ちょっとあの要求水準が高いのかもしれないし、あのよくね、テレビ作る人があの小学校3年生とかに向けて、えー、作ってくださいとか言われるらしいんですよね、プロデューサーとかが。まあ、それでマスを持っていくんだと思うんですけど、視聴率とか上がるんだと思うんですけど、僕は全く興味が持てないんですよね。 日本の地上波テレビのコンテンツってほとんど興味が持てないんですけど、あれを見て、でも、あれはテレビ局の方が視聴率を上げようと思って、えー 一生懸命やってらっしゃるわけですから、プロフェッショナルとして。ということは、視聴率上げるためにああいうコンテンツがいいんでしょうけど、僕には全く興味が持てないんで。だそういう意味においては、その、その、典型的じゃない人、非典型的な方へのコンテンツってのは僕はあっていいわと思うし、さあ、ある種のコミュニケーションですね。ですから、あの、この、えー、私の底辺 YouTuber の、えー、チャンネルを見てくださってる方、ほんと一年間ありがとうございました。あの、ただこれからもね、やっぱり僕は、普通の人向けの、ていうか典型的なっていうか、メジャー、マジ、メジャーな、 方々向けの、えー、情報とかそういうのってもう別に世の中にたくさんあるんで別に俺がやる必要ないなと思うしもうもう全然あのー、仲間同士で助け合っていきましょうよこれからもだからやっぱりああいうものでは満足できない方々が集まる場所として、えー、この表の方のね、えー、メンバーシップの方じゃなくてメンバーシップとは始まって 5, 5日間かか経ってないんですけどメンバーシップじゃない方のこの脳、えー、の,の教養チャンネルも、えー、よりなんか えー、エッジが立ったものにしていきたいと思いますので来年も是非よろしくお願いいたします。ということでアインシュタインさんそうですよねアインこういうことやるからねあのー、<laughs> いわゆる地上波的な世界から遠ざかっていってしまうんだと思うんですけどまあええわどうでも。ということで来年もよろしくお願いします。今年お世話になりました